定山での戦いで趙燕を打ち破り、袁紹の勝利に貢献した。だがそこには己の者として納得できる戦はなかった。呂布は袁紹を見限ると、趙梁らと共に再び放浪する道を選ぶ。一方袁紹は呂布らの優先を称え、去りゆく彼に命を申し出た。その後放浪を続ける呂布のもとへある者からの使者が現れる。使者は曹操不在の今、その領地たる牧羊を奪えと呂布に告げた。同時に使者の主は呂布に協力すべく牧羊で待っているという。未だ寄って立つ地を持たない呂布に訪れた高貴。もとより武勇にて望みを果たすことこそ彼の本懐であった。呂布は意を決すると、使者の主陳丘が待つ牧羊へと向かう。呂布、陳丘、張良、男たちは今己の道をつかむべく戦場に出る。陳高台、乱世にその名を轟かせましょうぞ。呂布殿、よくぞよくぞおいでになった。お前は孤狼か。そう、陳高台、陳高台にございます。我が策を入れてくださったこと嬉しく思いますぞ。ふん、曹操の手下が俺を招き入れるとはな。手下とはこれまた。曹操など董卓の暗殺もまともにできない男、あれでは天下などとてもとても。呂布殿こそが天下をつかむお方、ゆえに私はこの地をもってあなたに堂々したいのです。さあここ牧羊より歩み始めましょう。頂点への道、天下への道。敵の曹操軍、聞けばなかなかに盛況だとか。これまでの戦のようには進まぬやもな。いや、強敵を相手にこそ武勇を示さねば。それが呂布殿の将たる者の務めであろう。陳丘、お前腹の底では何を考えている。これはまたズバリときましたな。そこも何も、今の我々の姿が全てかと。呂布殿は武勇で並ぶものなし、されどその下に最地のものなし。そこへ入り込み、思うまま知略を巡らせる、それが私の考え、私の狙いなのです。ふん、まあ好きなようにやってみるがいい。策や計り事など俺には分からん。分からんものは分かる奴に任せるだけだ。俺はこの部で全てを打ち砕くのみよ。さて、地方役人の陳高台は昨日まで、本日よりは天下へ、天下へと勇飛せん。呂布殿の部を我が地で導く、まさにまさに理想の関係であろう。さあ門を開けよ。私の描く策とくとご覧あれ。開門します。お気をつけて。曹操の軍を蹴散らし牧羊を奪うぞ。本堂、それに続け。さて、本体が帰ってくるまでが勝負。早急に牧羊で天井を落としましょう。よっ、私にとって戦の勝利には豪族の力が不可欠。
長。障害役をお願いできますかな。私はこの辺りの王族に顔が利く。あつらを束ね、暴走族の群馬を押し潰そうぞ。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。上々の仕上がりですよ。私だけが引く。我が兵は城を奪われぬよう前線を死守せよ。あの渦の内装は冷徹にして火弾。この上で考えがある様子ですが。呂布殿は今や飛ぶ鳥を落とす勢い。これに貴君が加われば向かうところ敵なしよ。勢いある者に組するは諸星の浄土。勝負ですよ。私も呂布殿に従いましょう。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。上等の仕上がりですね。助立ちくださるか。祖宗の先方がこちらに急進している模様。おやおや、早いお帰りですな。ここは急ぎ城を取りましょうぞ。おお、素晴らしきお働き。上等の仕上がりですね。ここは長幕殿をお助けするべきかと。いずれ呂布殿は栄翔のみならず天下をつかむ。今日かせは今回の貴君に益するであろう。なるほど、門を打っておけということか。よし、乗ったぞ。上等の仕上がり。上等のやつも好かぬしな。素晴らしいですぞ、呂布殿。あなたを選んだ私の目に間違いはなかった。伝令、呂布軍が浴陽城に接近中。春秋殿も一緒のようです。春秋だと、どういうことだ。いや、それより今はこの城を守らねば。参りましょう。様らの傭兵、春秋の入れ地を。だが、それもここまで。呂布殿こそ、武勇にて天下をつかむ宗主。貴君も我らと共に、その大業を支えようぞ。さすが長馬殿。美を見るに敏よ。承知した。すぐに手勢を率いて向かおう。私の勇士をご応じろ。皆様のご協力を得られますか。ではしばし。
いましょう。暴走をたばかるにあと一手打ちますかな。天使殿に偽の手紙を綴ってもらいましょう。なるほど、ならば私が天使に話を通します。奴は曹操との攻撃を楽しみの時間策に適任でしょう。これで勝ったと思うなよ。忠義、俺の恩義を踏みにじるか。サネと今に見ておれ。おお、怖い怖い。今にどうなるのか楽しみにしてますぞ。来たな、獣の軍勢め。曹操殿が戻られる前に片付けてくれよう。その勢いは誰にも止められますまい。軍勢に戻れてくれたのか。盗っ人どもが手間かきちゃってくれるわ。木曜城を奪還する。各人気力を尽くせ。見ての先行。さてさて、厄介ですな。連携をされる前に打ち倒すべきかと。報告、その選手殿の説得に成功。早々に内容する旨の議場を預かりました。があれば、少々後ろへ誘い出せましょう。ではでは、工作部隊、頼みましたぞ。少々殿、留守を守れず申し訳ありませんよ。お見事、見せつけてくれますな。お見事、見せつけてくれますな。決めます。お見事、見せつけてくれますな。さあ、お楽しみの時間ですぞ。お見事、見せつけてくれますな。決めます。決めます。なんという気よ。いつもながらお見事な分野。さて、出番もありません。今こそ好機。上等の仕上がりですね。策の練り直しだ。さあ来やがれ。お前なんて急ぎねりだ。この右分速と厳正なる勝負、我が精髄を受けよ。上等の仕上がりですね。あなたが私の勇姿をご老じろ。ここは行く。敵将打ち取った。痛快ですな。つまらん石灰をしに来た。今は雑魚どもを何とかしろ。上等の仕上がりは無事に届けられそうですな。いよいよ曹操が城へ向けて動きますぞ。あなたも一番槍を狙っているなら好敵手というわけですね。決めます。おお、勇士がこちらに内容する。ならば我らは木曜城へと向かうぞ。いいぞ陳旧、なかなかの働きだ。
それぞれ神器猛徳への配信この世で存分に食いよその首もらい受けるリリさん上等の仕上がりですね私の勇士をおろじろ助立ちくださるかだな。さあさ、城に火を放ち、敵を分断せよ。そうぞ、いずれここからお逃げください。敵は私たちが食い止めます。私はここで倒れるわけにはいかん。何としても逃げ延びよう。今戦でも貴様は必要とされるんだな。みんな今日の勝負はここまでだ。敵将打ち取った。お見事、見せつけてくれますな。軍師の真似事は楽しいかな。真似事とはお言葉が過ぎますな。私こそ天下第一の軍師ですぞ。おお、道理で力が力に差があった。神宮、貴様が獣の群れを操っていたとはな。そうそう殿、これがおいとまの挨拶です。私の志す天下へ、これより呂布殿と歩みます。己呂布、己陳宮、この屈辱すぐに注いでくれる。いよいよ、いよいよですぞ呂布殿。ここより我らの天下平定は始まるのです。